語ってホタテ、どうもダグアンボーイです。本日はですね、メンズメイク、19日目でございます。はい、変な言い方になっちゃいましたけど19日目でございますね。早速やっていきたいと思います。まずこちらですね、無印良品の化粧水と乳液使っていきたいと思います。で、下地ですね。ここにあったニキビがなくなったと思ったら、次はこちらにできたということで、一体どうしたらいいのでしょうか。うん、栄養を取ろうということでね、栄養を取っていきたいと思います。栄養、太陽が眩しいよ、太陽の栄養を補給、うん、元気栄養、コンシーラーでちょっとね、ニキビを隠していきたいと思います。ニキビ、ニキビ、若者の象徴、パピョン。ファンデーションつけていきます。ハイライターとシューティングです。続きましてアイシャドウ描いていきたいと思います。じゃじゃん、ケイトのダブルラインエキスパート LB1 極薄ブラウンでございますね。こちらはですね、涙袋ラインを描くのもそうですけども、まあね、僕には関係ないかもしれませんけども、二重ラインとかを描くものでございます。はい、とりあえずね、ちょっと早速涙袋のこのラインをね、作ってみようかなと思っておりますので、はい、こちらですね、細い、すごいな、こっちは。あ、こっちしかないんだ。ここのね、下の涙袋の下に書いてみたいと思います。なんかめっちゃすごい涙袋がはっきりしますね、これ。なんか整形したみたいになってる。すごいものを見つけました。ケイトダブルラインエキスパート。セザンヌですね。セザンヌのアイブロウ使っていきます。OK。はい、どうもお待たせしました。こんな感じですね。本日はですね、この涙袋の、存在感の大きさ、この下にね、ラインを、この新しく入手したケイトダブルエキスパート、ダブルラインエキスパートを塗ったら、やっぱりなんすか、この強調のされ方が違って、やっぱりこれするだけで一気に目元の存在感が大きくなりますね。はい、さあ本日は終わりたいと思います。また明日も見ていただけたらと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シェイシェイついてニコイダンス、よいしょ。